ここは王国軍の本拠地、レイストン水上要塞だ。民間人の立ち入りは遠慮してもらっている。お引き取り願おうか。私たち遊撃士協会の人間なんだけど。おお、あんたたちがそうか。司令部から話は聞いてる。何かの装置を設置するらしいな。話が早くて助かるぜ。早速設置したいんだが、勝手にやっちまってもいいのか？ああ、許可は出ているから好きなように設置するといい。ただ舗装路の上には設置しないようにしてくれ。車両が通るときに困るからな。うん、わかったわ。それじゃあ適当な場所を探しましょう。そう。さてと、ティータ、どのあたりに設置しちゃう？問題なし。看板の手前になっちゃうけど、この辺りがいいと思うよ。早速測定器を設置しちゃう。それじゃあ設置作業を始めるね。ちょっとだけ待ってて。うん、設置完了だよ。それじゃああとはスイッチを入れるだけね。やっているようだな。父さん。おっさん、久しぶりだな、エステル。遅くなってしまったが、強化訓練ご苦労だったな。作戦本部の拠点もあるし、ここに詰めていることは多いぞ。そうだったんだ。確か作戦本部長に就任したそうじゃないか。ああ、モルガン将軍に何度も何度も説得されてな。最後は根気負けという感じさ。おかげで休む暇もない毎日だ。それは日頃の行いのせいだろう。ご愁傷様。でも父さんの軍服姿って最初は違和感があったけど。板についてるじゃない。
当たり前だ。これでも昔は王国軍切手の伊達男で鳴らしたくらいだからな。リシャールなど目じゃなかったぞ。もうすぐに調子に乗る。でもよかった。忙しいって聞いてたからちょっと心配だったんだけど、思ったよりも元気そうじゃない？今のところはな。それよりもギルドからの報告書を読んだぞ。早速ルーアンで現れたそうだな。あ、うん、見くらう蛇の手先ね。報告書の通り、予想以上にヤバい連中だぜ。対策を立てないのか？うん、早く情報部に代わる機関を立ち上げられればいいんだが、ようやく正規軍と国境師団の再編成が終わったばかりでな。今のところ調査に関してはギルドに頼らざるを得ない状況だ。今回の奇妙な地震についてもお前たちの調査を当てにしているぞ。たく、そんなことだろうと思ったぜ。ま、父さんに頼られるなんてめったにあることじゃないしね。ここは親孝行をしてあげますか。ふん、言うようになったな。新しい服も似合っているし、少しは女っぷりも上がったようだ。ヨシュアが見たら驚くだろう。そうだといいんだけど。カシウス准将。あ、シード中佐。よう、また会ったな。ほう、なんだ、もう挨拶は済んだ後か。はい、例の特別訓練の折に。おかげで訓練の方も十分な成果を上げることができました。そうか、俺の留守中にうまく運営してくれたようだな。中佐に昇進した以上、シードには今まで以上の活躍を期待しているぞ。でないと俺がいつまで経っても引退できなくて困る。お言葉ですが、あなたに簡単に引退されては困ります。少なくともモルガン将軍が退役なさった後にしてください。うん、いつの日になることやら。そういえばシード、俺に用事があるんじゃないのか。はい、実はモルガン将軍が予定より早く到着なさるそうです。あと半時ほどで発着場に到着するのではないかと。やれやれ、あの方もせっかちだな。そういうわけでこれから早速軍議がある。本当にすまんな、エステル。ううん、気に
話せて嬉しかったわ。ああ、俺もさ。アガット、すまんがエステルを頼んだぞ。声優劇師になったとはいえ、経験不足なのは確かだからな。ああ、任せとけ。ティータも随分と頑張っているようじゃないか。不肖の姉貴分ですまないが、よろしく手伝ってやってくれ。わかりました。それとゴスペルの解析のことなんですけど、思わぬヒントが見つかったっておじいちゃんがはしゃいでました。そうか、それは期待できそうだな。博士によろしく伝えてくれ。はい。オリビエ君も負傷の娘を手伝ってくれているそうだな。例の件は抜きにして礼を言うぞ。それには及びませんよ。せっかくのオペラの第2幕、参加しない手はありませんからね。いいだろう。ただ君自身の目的をおろそかにしないように。肝に銘じましょう。さてと、それではな。なかなか直接手助けできんが、ギルドの手に負えないことがあればいつでも連絡してくるといい。できる限りの力になれるはずだ。手にさせてもらうわね。父さんもお仕事がん。モルガン将軍にどやされん程度にはやるさ。行くぞシード。はっ、はあ、思った以上に父さんたちも忙しそうね。こりゃギルドとしても負けてはいられないわね。ああ、そうだな。きっちり結果を出しておっさんの鼻を明かしてやるか。よし、これで全ての測定器を設置し終わったら、じいさんが待っている中央工房の演算室に向かうぞ。オッケー、中央工房の5階だったわね。
ラス博士、一番の接続成功しました。そのようじゃな。早速情報が入ってきた。今のところ安定しておるようじゃ。そのまま2番3番の接続を開始。了解しました。やってるやってる。まったく相変わらず決定な部屋だぜ。おお、エステル君来たか。あ、マードック工房長、お久しぶり。生誕祭の時以来だったっけ。ああ、そうなるかな。いろいろあったそうだが、元気そうで何よりだよ。頼まれて測定器を置いてきたんだけど。ああ、そうらしいね。ちょうど各地の測定器から情報が届き始めているらしいよ。それじゃあカペルの調整の方も終わったんですね。ああ、博士が専用のプログラムを走らせたばかりさ。2番、3番の接続にも成功です。おお、こちらも確認した。よしよし、どちらも安定しておる。これで1番から3番まで全ての測定器の情報が入ったな。おお、やっと戻ってきたか。見ての通り、お前さんたちのおかげで無事に情報が届いたわい。本当にご苦労じゃったの。測定器の部品を運んだくらいよ。それにこの一件はこちらが頼んでいることだからな。装置の起動まで全部やったあんたの孫をねぎらってやんな。いいですよ、大したことはしてないし。いえいえ、お前もよく頑張ったの。トランスミッターの設定も完璧じゃ。ちゃんと情報が入ってきておるぞ。よかった。それじゃあ準備は全部終わっちゃったの？私手伝うことないかな。いや、これで準備は完了じゃ。視聴脈の流れに乱れが起きたらカペルが自動的に解析を始めるようにプログラムしておる。あとはどこかの場所で地震が起きるのを待つだけじゃよ。そっか、一応一段落ついたわけね。でもどこかで起きる地震をただ待つのも落ち着かないかも。確かにね。ひょっとしたらサイスで再び大きな地震が起きるかもしれないし。そうなった場合の対策は何か立てているのか？一応転倒しそうな装置は固定するようにしておいたよ。ただそれでも前回以上に大きな地震が起こったら厳しいな。設備のダメージは避けられないだろう。その意味ではここにあるカペルなんかも同じじゃ。揺れで誤動作を起こしたら実験が失敗に終わる可能性が高い。みんな女神に祈っておいてくれ。ちょっと不安になってきたわ。最新技術にしても神頼みは重要というわけか。技術者の人って意外と信心深いんですよ。私も難しい作業の時にはよく女神様にお祈りするし。確かにそれはあるかもしれんね。私なんて初の動力飛行船を博士が開発していた時なんか1日に3回は教会に行ってたよ。なんじゃ、失礼なやつじゃの。39回も実験が失敗したらそうしたくなるのも当然です。
昔からそんな感じなんだ。うん、そうみたい。しかし、そういうことならどこかで時間を潰すとするか、一旦ギルドに戻って報告しとくのもいいだろう。おう、そうするがいい。何か動きがあったらすぐにでもギルドに連絡。ギルドに戻る必要はなくなったみたいじゃの。1番から3番までの全ての測定器に変化あり、地下の室葉脈の動きが活発になっているようです。うん、そのままモニターを続けるがいい。通信が遮断した時には報告。了解しました。3地点からの情報をリアルタイムに解析開始。現時点での最大の地震波収束地点を検索。座標12733780202。ほほう、そう来たか。どう来たの？今現在地震が起こっている場所が分かった。レイストン要塞じゃ。なんだと？敵の爆撃。落ち着け。ただの地震だ。列を乱さずに待機。順将、これは、読みが当たったか。念のため発着場の作業を止めておいたのは千万。まさかお前の言った通りに揺れるとは。カシウス、どんな魔法を使ったのだ？何？相手の立場で考えただけです。3回の予行演習の後、次の標的はどこが効果的かと。コボ長、レイストン要塞から連絡です。つい今しがた中規模の地震が発生したそうです。やはりか。被害はどうだったの？幸い怪我人はほとんど出なかったそうです。どうやら前もって地震に備えていたようですね。よかった。さすがはカシウス、危機管理は万全じゃったか。さてと、こちらの解析も終了したか。うん、何何？ほほう、これは興味深いの。何かわかった？まあそう焦るでない。これによると、地震の直前に室葉脈の流れに異常が生じておる。そして歪められた流れが要塞の地下に収束することで局地的な地震が発生したらしい。かなり浅い地下で発生したから、他には影響しなかったようじゃな。それが地震の正体か。それって、何者かが室葉脈を操って地震を起こしているってこと？うん、言うなれば地震兵器か。うん、まさしくそんなところじゃろう。でもおじいちゃん、室葉脈の流れを操るなんて、そんなこと本当にできるの？最新の土木技術でもそんなことは不可能なはず。それに関してはわしも同感じゃ。じゃが認めたくはないが、それを可能にした者がいるらしい。上等じゃないの。博士、他に何かわからない？その地震兵器がどこに置かれているとか。それだ！なるほど、そいつは盲点じゃったな。3箇所における室葉脈の流れの歪みを解析、逆算する形で歪みの発生源を割り出すと、出た。座標16588228353号。え、ディータ、わかるの？
セルジュ単位だから、ここから東に12セルジュ、北に378セルジュの地点がレイストン要塞だとすれば、東に165セルジュ、南に、完全に盲点だったな。エルモ村、どうやらあの温泉郷の奥が本当の震源地みたいだね。断言はできないが、その可能性は高そうじゃ。どうする、お前さんたち。決まってるわ、すぐに調べに行かなくちゃ。ああ、急ぐ必要がありそうだ。そうか、ならばこのままティータを連れていくといい。この子の知識と技術はきっと調査に役立つはずじゃ。うん、きっと役に立つだろ。危険かもしれないけど、でも私たちが守ってあげれば大丈夫かな。たく、仕方ねえな。おいチビスケ、絶対に無理すんじゃねえぞ。それでは私の方からエルモム・マオさんに協力を頼めば、君たちの調査もはかどるだろう。うん、そうしてくれると助かるわ。ヘイゼル君、通信の用意をしてくれたまえ。かしこまりました。わしはここでカペルによる解析を続ける。何か分かったら宿に連絡を入れよう。うん、お願い。私たちも何か分かったら中央工房に連絡させてもらうわ。うん、頼んだぞ。よし、それじゃあエルモに行くぞ。多分このあ、あ、
わしはここでカペルに何かわかったら、おやすみ、子猫ちゃんたち。
相手が悪かったな。出直してきた。来てくれたね。魔王ばあちゃん。やあ、ティータ、エステル。さっき工房長さんから宿に通信で連絡があったよ。サイスのあちこちで妙な地震が起こってるらしいね。そっか、うん、それなら話は早いわ。実はついさっきこっちでも奇妙なことが起こっちまってね。それこそ遊撃士協会あたりに連絡させてもらおうと思ったのさ。もしかして地震？あいにく地震じゃないんだが、百聞は一見にしかずだ。さ、その目で確かめとくれ。全体どうしたんだ。どうしたもこうしたも、工房長さんの連絡があった矢先にいきなり表が騒がしくなってさ。
なんだと思って見に来たら、すでにこの有様だったんだよ。ひょっとしてポンプ装置が壊れちゃったの？どこかが発熱しているとか。いや、さっき見てきたが、いつも通りちゃんと動いていたよ。おそらく源泉の温度が突然高くなっちまったに違いない。それって珍しいことなの？ここに移り住んで50年、こんな奇妙なことは初めてさ。なんかこう、嫌な予感がするよ。例の地震と関係しているのかもしれないね。七葉脈の活性化、それが源泉の温度を上昇させたとかね。その可能性はすっごく高いと思います。このまま温度が上昇したら大変なことになっちゃうかも。大変じゃない。すぐに原因を突き止めなくちゃ。おい、ばあさん、源泉ってのはどこにあるんだ？この目で確認できるもんなのか？そう来ると思ってこれを用意して待ってたのさ。さあ、受け取っとくれ。左手にある裏手の木戸を開くための鍵さ。その奥にエルモ温泉の源泉が湧いた洞窟があるんだ。本当？そんな洞窟があったんだ。用意が良くて助かるぜ。お願いするのはこっちの方さ。こんなに沸騰してたらすぐには客を入れられないし、かけ流しだってできないからね。地震の調査と合わせてそっちもよろしく頼んだよ。地震の震源地と思わしき源泉が湧いた洞窟か。万全の準備をして入った方が良さそうだね。ああ、十中八九敵がいるはずだ。気合を入れていくぞ。
沸騰した湯もそうだが、警戒すべきは高熱の蒸気かな。下手したら火傷じゃ済まないかもしれないよ。ああ、その通りだ。どうやら一定間隔で吹き出しているみてえだな。タイミングを見て通り抜けるしかねえだろう。手直してきた。Thank you.
顔を洗って出直してきな。Thank you.
相手が悪かったな。相手が悪かったな。
酔いしれたかな。
相手が悪かった。ずいぶん遅かったじゃねえか。サングラスの男、あれはゴスペル付きの杭か。よう小娘ども、わざわざご苦労だったな。せいぜい歓迎させてもらうぜ。見食らう蛇の人間ね。執行者ナンバー8、痩せ狼バルター、そんな風に呼ばれているぜ。やはりか。サイスでの一連の地震も全部てめえの仕業ってわけだな。当たり前のことをわざわざ確認してんじゃねえよ。結社で開発された七葉脈に干渉するための杭でな。本来真下にある七葉脈を活性化させるだけの装置なんだが、ゴスペルをつけることで広範囲の七葉脈の流れを歪ませて局地的な地震を起こすことができた。まあそんな実験をしてたってわけだ。過去形ということはもう実験は終わったのかい？
まあな。本当は建物が崩れるくらいド派手なのをぶちかましたかったんだが、そこまでの力は出せなかったな。そんな建物が崩れちゃったりしたら住んでる人が危ないです。だからいいんだよ。瓦礫に手足を潰されて豚のように泣き叫ぶ奴もいるだろうし。脳みそと腹綿ぶちまけてくたばる奴もいるだろう。よかったら嬢ちゃんもそんな目に遭ってみるかい？こいつそう怖い顔するなって。俺はな、潤いのある人生には適度なスパイスが必要だと思うのさ。いわゆる手に汗握るスリルとサスペンスってやつだ。いつ自分が死ぬともわからない、そんなギリギリのところに自分を置く。どうだ、ゾクゾクしてこねえか。マゾ野郎。だがこれでようやく分かったぞ。てめえ、俺たちをおびき寄せやがったな。え？思わせぶりな各地の目撃情報。要塞で地震があった直後にエルモの源泉が沸騰し始めたこと、全て露骨な誘導情報だったわけだね。そんな。まあ半分正解ってとこだな。それじゃあ早速、てめえらというスパイスをな。この辺りに生息してるミミズさ、七葉脈が活性したことでここまでバカでかくなりやがった。まあせいぜい遊んでやってくれ。ふざけんじゃないわよこの卑怯者。正々堂々と勝負しなさいよね。今はこいつらの相手が先だ。来るぞ。
それ。したことが。
追い払った。怖かった。やれやれ、美しくない敵だったね。こいつはちょいと見込み違いだったが、もうちょいマシかと思ったが。くびるんじゃねえぜ。あの程度の魔獣なら今まで何度も倒してるっての。ダメだ、なえたわ。まさかここまでアマちゃんだったとはな。何ボケや、見込み違いはてめえらだ。クソが。レーデのやつ、適当なことを抜かしやがって。何が牽制以外にも手応えのありそうな獲物がいるだ。ただの青くせえガキどもじゃねえか。クソバカな。こうなったら仕方ねえ。教授と直談判して漆黒の小僧を狩るとするか。そうすりゃ少しはゾクゾクさせてくれるだろう。待ちなさいよ。あ？このグラサン男、いい加減にしなさいよ。漆黒の小僧っていうのが、もしヨシカ出せるなんて絶対にさせないんだから。ミステルお姉ちゃん、俺の一撃を食らって立てたのは褒めてもいいが、やめとけや。完全に膝が震えてるぞ。だからどうしたってのよ。私は絶対にヨシアを見つけるんだから。あんたたちなんかに邪魔なんてさせないんだから。エステル君、言っておくが、俺は女子供の区別はしねえ。武術家なら敵に獲物を向ける時の覚悟はできてるな。当然、やれるもんならやってみなさいよ。上等だ。その度胸に免じて一撃で終わらせてやるよ。なんぞに足を突っ込んでやがるんだ。あの後すぐにスカウトされちまってな。なかなか刺激的な毎日を送らせてもらっているぜ。バカなことを。あんた、自分が一体何をしてるか分かっているのか。そんなんじゃ先生はいつまで経っても浮かばれ。おいおい、敬語を抜かすなよ。
てめえは知ってるはずだ。俺がどんな道を選んだのかをな。ふざけたことを抜かすと殺すぞ。だったらあんたは知っているのか、サイスの町にキリカがいるのは。何？2年くらい前か、ギルドの受付をしているそうだ。どうやらそれまでは大陸各地を回ってたらしい。まさかリベール・クンガリに流れていたとはな。あのバグ、何を考えてやがる。さあな、俺にもわからんよ。だが、あいつは間違いなくあんたと会いたがっているはずだ。結社のことはともかく、一度くらい顔を見せてやったら。ふざけたことを抜かすと殺すと言っただろうが。まあいい、キリカのことはともかく、てめえと会えたのは幸運だった。今回の計画とことん楽しめそうだぜ。おい、バルター。次会う時までにせいぜい訓風を練っておけ。じゃあな、バルター。ありがとう。でもどうしてジンさんたちがここに。サイス支部に顔を出したらいきなりキリカにせかされたんだ。お前さんたちを助太刀に急いでエルモに迎えってな。それで私も付き合わせてもらったんです。そうだったんだ、ありがとう。本当に助かったわ。それはともかく、あんたあの野郎とどういう知り合いなんだ。ま、昔馴染みさ。詳しい話はここを出て宿の風呂に入ってからにしよう。流脈の乱れは収まったから、じきに温泉も元に戻るだろうぜ。やはりサングラスの男はバルターだったのね。ああ、っておい、やはりってことは予想していたってことか。服装と風体を聞いてひょっとしたらとは思ったわ。それよりも迂闊だったわね。どうして彼にそのままゴスペルを持ち帰らせたの。仕方ねえだろう、そこまで大層なもんだとは思わなかったんだ。第一、そのあたりの事情をろくに説明もしないでエルモに急がせたのはお前だろうが。ええ、私の判断ミスね。そのくらい説明しなくても察してくれると思ったのだけど。だな。ともかくこれで地震の調査は終了ね。調査に対する報酬を渡しておくわ。ありがとうキリカさん。でも結局あのグラサン男、二人のどういう知り合いなの。そうだな、なんて説明すりゃいいか。端的に言うと、かつての同門の弟子同士ね。私とジンとバルタ、彼が一番年上でいわゆる兄弟子だったわ。
同門の兄弟子。無事、ま、正確に言えばキリカは弟子じゃないんだがな、龍河先生の。私のことはどうでもいいわ。とにかくその男はタイト流の門下だった。そして6年前道場を出奔して見喰らう蛇にスカウトされた。簡潔にまとめるとこうなるわね。キリカ。それだけ聞けば十分だ。しかしあんたらと同じタイト流の使い手か。化け物じみた強さもうなずけるぜ。道場にいた時よりもさらに凄みを増していやがった。達人クラスと言っていいだろう。危険な男であるのは確かね。ただこれ以上例の極地地震が起きる可能性は少ないでしょう。警戒は緩めていいかもしれない。ああそのようだね。市民と職員に伝えておこう。しかしまたしてもゴスペルが使われておったか。しかも七葉脈を活性化させる装置と合わせて使っていたとは。学園地下の投影装置にも使われていたことを考えると、動力機の機能を飛躍的に高めるブラックボックスと言えそうだね。まさにその通りじゃ。空間投影装置にしても七葉脈の活性化装置にしても決して実現不可能な技術ではない。じゃがゴスペルによる現象は現在の動力技術の常識を超えておる。わしはもちろん他の名だたる技術工房でも作れるとは思えんわい。そうですな。共和国のベルヌ社や帝国のラインフォルト社。さらに戦術オーブメントを開発したエプスタイン財団でも無理でしょう。それだけ結社の技術力が半端じゃないってことね。うん、とんでもない天才がいる可能性が高そうじゃの。これは負けてはおらん。はあ、仕方ありませんね。新型エンジンもようやく完成しましたし、中央工房もゴスペルの解析に最優先で協力させてもらいますよ。当然じゃ。確かにゴスペルの正体が判明したら助かっちゃうかも。今後どういった形で使われるか分かったもんじゃないし。それにあの連中実験とか抜かしてやがったな。二度あることは三度ありそうだぜ。ゴスペルの分析は引き続き博士たちにお願いするとして、あなたたちはそろそろ次の場所に移った方がいいかもしれないわね。うん、そうね。犯人は捕まえられなかったけど地震の一件は片付いたみたいだし、次に行くとしたらどこが良さそう？ちょうどオート支部から応援要請が入ったばかりよ。何でも王国軍から正式な依頼が来たらしいわ。王国軍からって父さんからの依頼ってこと？詳しいことはわからないわ。ただあなたたちをわざわざ指名してくるくらいだから、結社関係である可能性は高そうね。行ってみるしかなさそうだな。それじゃあ決まりだな。
サイスでの用事を済ませたら王都行きの定期船に乗るとしよう。オッケーって、ひょっとしてジンさんも付き合ってくれるの？おいおい、どうして俺がわざわざ戻ってきたと思ってる。バルターの件もあるし、ヨシワだって見つけるんだろ。とことん付き合わせてもらうぜ。ジンさん、ありがとう。正直、あんたが協力してくれると助かるぜ。あのグラサン野郎には痛い目に遭わせられたからな。よかったら稽古をつけてくれ。ははっ、お前さんにしちゃ随分と謙虚な発言だな。あの威勢の良さはどうしたんだ？てめえの実力がわからないほどガキじゃねえさ。お姉ちゃん、アガットさん、私もついていっちゃダメですか？え？なに？これからもゴスペルとか変な装置が使われることがあると思うんです。私そんな時だったら少しは役に立てると思うから、お願い連れて行ってください。でも、じいさんの意見はどうだ？祖父としては渋い顔をせざるを得ないが、こう見えてティータは頑固じゃし、なるべく孫の希望は叶えてやりたい。じゃからわしはあえて反対せんよ。おじいちゃん、結社とやらが想像以上の技術力を持っているのは確実じゃ。その意味では今後の調査にティータは絶対に役立つはずじゃ。お買い得であるのは間違いないぞ。そんな、新製品の売り込みじゃないんですから。確かにティータが手伝ってくれると助かるけど、でもまたあの男みたいな危ないやつが現れたとしたら。いや、いいだろう。あんたの孫娘預からせてもらうぞ。えっ、おお、どうしちゃったの？あんたが一番反対するかと思ったけど。地震の一件を見ても結社が民間人の安全を考えているとはとても思えない。その意味じゃここにいたところで確実に安全とは限らないだろう。だったら本人の希望通りせいぜい役に立ってもらうさ。アガットさん、なるほど、そういう考え方もあるな。それ以上に目の届くところで守りたい、そんな思惑を感じるね。図星って顔してる。あのそれ真に受けるなっつろ。言っておくが、自分の身は自分で守るのが基本だからな。機械いじりばっかりしてボケっとしてんじゃねえぞ。気をつけます。話がまとまって何よりだ。ますます賑やかになりそうですね。リータや、気をつけて行ってくる。お前が頑張っている間、わしも必ずやゴスペルの謎を解き明かしてみせるからな。うん、楽しみにしてるね。博士のことは心配しないでくれ。事故を起こしたりしないよう私が責任を持って監視するからね。よろしくお願いします。まったく、どこまでも失礼なやつじゃの。
オートナ・エルナンさんには私の方から連絡しておくわ。女神の加護、気をつけて行ってきなさい。マルセイユは先に到着してたようだな。いつ見てもゾクゾクする機体だね。本当に惚れ惚れしちゃいますよね。あんな船を毎日整備できたら整備士冥利に尽きる。それ俺のセリフだよ。いや、グスタフ整備長、忙しいところよく来てくれたね。よ、シード中佐、またあんたの出迎えかい。偉くなってここの守備隊長はお役御免になったんじゃねえのか。そうなんだけどね、実はこの後部下と共に警備艇で出発する予定でね。準備が済むまで暇なので出迎えさせてもらったのさ。ご苦労さんなこった。そういや、こっちの方でも地震があったそうじゃねえか。まさかアルセイユが壊れたりしてねえだろうな。いや、アルセイユが到着したのは地震が起こった後のことでね。地震自体も万全の備えだったからほとんど被害は出なかったんだ。ここの施設もそのまま使えるはずだ。そりゃ助かるぜ。早速今からでも作業に入っちまいたいところだが、親衛隊の連中はどこにいるんだ。ああ、案内しよう。今行けば面白いものをお見せできると思うよ。ああ、直線的すぎるぞ。再建だからこそ可能な攻めの流れが作れるはずだ。教えたことを思い出せ。は、はい。それでいい。こちらからも行くぞ。守りも基本は同じだ。相手の動きを取り込みつつ攻守の流れをイメージしろ。はい。
そこまでだ。さすがだな。昔お前に教えたのはほんの基礎だけだったが、よくぞ独力でここまで鍛えた。いえ、まだまだ未熟です。なかなかいい試合だったぞ。将軍、で、正直お主がここまでやるとは思いもし、相当な使い手であっても貸し薄相手なら数号ほどで剣を弾かれてしまっただろう。若手最強と言われるのもうなずける。恐縮です。ですが滅多にない機会、できれば叩きのめされるまでお付き合い願えないでしょうか。なかなか頼む。さてどうする、カシウス。付き合ってやりたいのは山々ですが、どうやら客人のようですな。すごいもんを見ちまったな。二人ともお疲れ様でした。シバルス隊、本当に見事だったよ。シード中佐、それにそちらの方は？中央工房から派遣されたグスタフっていうもんだ。よろしく頼むぜ、隊長さん。これは失礼し、王室親衛隊中隊長ユリア・シュバルツ大尉です。こちらこそよろしくお願いします。どうやらこれでお開きのようだな。みんな、余興はおしまいだ。それぞれの持ち場に戻ってくれ。イエス、サー。さてと、早速で悪いが、機関部を見せてくれるか。できれば今日中に目処をつけちまいたいからな。ええ、了解しました。それでは失礼します。重賞ご指南いただき、何の何の、こちらもいい運動になった。整備長、大尉、アルセイを頼んだぞ。はっ。どんとお任せあれ。さすがですね、彼女は。これからさらに伸びそうです。ああ、そうだな。お前やリシャールの駅まであと 1,2 歩といったところだろう。ああいう若者を見るとこの老体にも湧き立つものがあるな。カシウス、後で付き合わんか。将軍、さすがにお年を考えた方がよろしいんじゃありませんか。聞けば去年の武術大会ではかなり大暴れしたそうですな。少しは若い者に花を持たせてやらなくてはいかんでしょう。だからこそお前に司令の座を委ねたのだ。そこまで言ったからには文句を言わずに務めてもらう。おっと、ヤブヘビでしたか。そうだ、シード中佐、今日には出発するそうだな。はい、正午には警備艇2隻を持って三個中隊を率いる予定です。
調印式にはわしも参加するが、それまでは身動きが取れん。王都の守りは頼んだぞ。よろしくお任せください。遊撃士協会と協力してことに当たらせていただきます。あまり愉快ではないが、今回ばかりは仕方なかろう。将軍のギルド嫌いも徐々に治りつつあるようですな。監視塔に動力センサー、水中には機雷群を設置。やはり守りは完璧ですわね。仕方ない。やはり連中の言う通り、あれを使うしかないわね。閣下、もうすぐです。どうか待っていてください。グランセルね。一通り準備を済ませたら早速発着場に行こっか。軍からの依頼があるみてえだし、急いだ方がいいかもしれんな。ただ請負中の仕事があるなら片付けちまってもいいだろう。いらっしゃいませ。ご予約のお客様でしょうか？ううん、そうじゃないの。私たちギルドから来たんだけど。まあ、遊撃士の方々ですの。失礼をいたしました。それではすぐ捜索に取り掛かっていただ。うん、大丈夫よ。掲示板によるとお客が戻ってこないそうだ。つまり行方不明って。そういうことになりますね。3日前お出かけになったきり、まだお戻りにならないんです。3日も戻らないなんて、それはちょっと心配ね。最近は街道の魔獣もタチが悪いのが多いし。
いいえ、カイドウならまだ良かったんですけど、どうもそのお客様、鍾乳洞に行かれたようなんです。鍾乳洞？それってあのカルデア水道の途中にある？はい、あのカルデア鍾乳洞です。私たちも必死にお引き止めしたんですけど。そいつはまずいな。あそこは素人が出入りできる場所じゃないぞ。そんなとこに護衛なしで出かけていくなんて。そのお客さん一体何者？いたって普通の青年でらしてよ。ジミーさんとおっしゃる方で、ルーアンからいらしたそうです。ルーアンのジミーさん？それってもしかして知ってるのか？うん、そんな名前の人から依頼を受けたことがあるのよ。確かあの時は海賊の宝を探してたわね。今回も何かを探しに鍾乳洞に行ったのかしら。とにかく一刻も早く鍾乳洞に向かうべきだろうね。これは下手をすると手遅れということになりかねない。ああ、急いだ方がいいな。他に情報はないか？お話しすべきことはもうすっかりお。ではお客様のことよろしく。うん、それじゃ。
知れたかな。出直してきた。